絵もうまくて。こんにちは。清楚系ですね。清楚感すごい。ですか？そうでしょうか。じゃあちょっと今日はね、あ、やっぱかも、もカジュアルとか言ってたんですけど、ちょっとなんかね清楚系になってしまったりなんかしちゃって。なんでそんなうまいことさ、ちょうどいい体勢でさ、来てもらってるから。あ、ちょっと置くか。じゃあ、うん、置いて、あの前の目に。後ろ引いて。オッケー。前の目。やばい。一番ピッタ。お、めっちゃ、多分これ今あのテンナと配信並んだら全く一緒の体勢してる。ほんまな。スクショして。あの寄せてください。スクショして。こんにちは。こんにちは、マンチヤホー、隣から来ました。隣からようこそ。え、そう、今日ね、アミタンはアミって呼んでるよ。暑いからソフトクリーム食べたいわ。ソフトクリーム、まだもいつかあれやりたいな。今日は暑いからみんなソフトクリーム一緒に食べへんとか。勉強頑張ってシュッとした。いやー、まだテスト期間食べまくってましたよ。それそう、テスト期間、テンナも、うん、テンナも、テンナもね、テストで、まだも、そうです、マジで、マジでさ、解放されました。こんにちは、透明感ありすぎて壁が透けて見えそうです。もうそれは、今ショールーム、そういう投資っていうね、能力なのかもしれない。今回の話題でもいいかもね。あ、待って、今回の話題って何やったっけ？あれは5月に祝日が、うん、5月はゴールデンウィークがあるけど、うん、ゴールデンウィーク以外で祝日を作るならばおです。皆さん一緒に考えてください。せいちゃん可愛くて綺麗で性格良くて完璧。何それマジ褒めてくれるやん。好きやねんけど。ベンチ座らんの？ベンチな、ちょっとベンチ座ったら手持ちになっちゃうからさ、ちょっとね。なんか暗いよな。でもさ、日光がね。まあ、ちょっと今日は暗いエディションでいきます。メルミン半袖だ。今日も髪型かわいいな。青が似合う。そう、めっちゃ今日夏じゃない。格好も髪型も。皆さん私の配信で一足先に夏を感じてくださいめっちゃ心の中であのコメント読んでた。意味わからない。なんで？でもわかるよ。わかるよな、うん、普通に。わかるな、普通に。本読む感覚でわかる。少し痩せましたかって。なんで痩せてなくない？え、まだもともと痩せてる。あれかな、ポニーテールしてるからかな。あ、アップヘアってこと、うん、アップヘア。別にポニーテールでいいやん。なんでちょっと言い換えてみた。カッコつけてんね。カッコつけアップヘアです。イキリナウ。イキリナウやばい。まなみちゃんかわいいよ。ありがとうございます。ツイートしてなんか奪われそうやな。話し会終わってリビング戻ったら奥さんも同じような服装だった気が。そう、まさかの奥さんとお揃い。お揃いコーデ大好きや。出てんな、ホニーで可愛い。遊具の公園ね。これな、テンナに巻いてもらった。言ったっけ、テンナに巻いてもらったって。分からん。これな、テンナに巻いてもらったんです。巻いてあげた。なんか、まあ、最初はまっすぐやったけどなんかテンナに巻いてって言ったらしゃあないな。やっとるわ。マジで姉貴でした。巻いてあげましたよ。ありがとうございます。まなみなんかいい。なんかありがとうございます。ごめんね、心の中で読んでた。ほんまに辛ラーメン食べてるな。うわ、辛ラーメンいいな。まださ、昨日な、辛ラーメンのなんか読んでて、焼きそば口を動いてると思ってたの。辛ラーメンを使ってなんかチャーハンみたいなのを作りました。作りましたっていうか、ほんまに作ってもらいました。マナミに保育士のこと伝えた。え、そうなん。インドネシアから来ました。インドネシアって何やろ。挨拶こんにちは、アニョハセヨ、アニョハセヨ。今日はグローバル化がすごいですね。お昼何食べたらいい。マナが最近やっぱり辛ラーメンにハマってるので、辛ラーメンの焼きそばのやつ。ヘアメイクもできる。2人ともテスト期間お疲れ様です。そう、ヘアメイクは苦手やって練習しました。いろいろマナは数学が終わりました。タイプどうなんやろうな。それ言われたらちょっと分からへん。どうなんやろうな、マナの学校の姿を知らんから分からん。てんなはこれ。え、マナ割とな、なんか意外となんか何人格じゃないけど多重人格や。なんか人に合わせれんねん。え、それな、それな、それは分かる。それは分かる。それだ、先生。それは分かる。人によって変える。そう。え、でも多分いいように。
服は関わってないと。それな、うん、そこまで親密じゃないよな、うん、多分。でも、マジ今日ちょっとやばいな、それなそれなっていう会話もするみたいな。それは浅い関わりやったと、うん、そうです。嘘でも仲良くなりましたって言えってな。正直も正直もすぎた。辛いものしか食べれない祝日作ろう。あー確かにそれいい。やっとしたらさ、5月何日にしよう。辛い日言ってあげるの男すぎる。何もわからない。ポニーテール天才やったで、うん、ありがとうございます。あんまり最近してなかったからさ、うれぴよ。考えた。え待って、えちょっとぜひ考えた方ここで発表してください。えマジで自分でも考えろってことなんですけど、違うのさ、こういうの考えるセンスがないもんでね。地味にリアル。多分ほんまそんな感じ。そのベンチに座ってるメンバーあんま見たことありません。えそれな、なんかさ割とな、なんか、いいね、机のサイズ、なんかこれ机なんかな、なんか置くもののサイズに対してな、椅子がでかい、ね、でかいからちょっと座れませんね。姉さんやっぱ美人やんな。配信が最近の楽しみになってるね。最近なんかでも配信なかなかできてないから、まあまあぼちぼちね、正直もんすぎやで、増やしていきたいと思います。いつからやってんの？何が？配信。結構11時半ぐらい。あ、割と2分くらいか。マナが絶賛お話し会中の時や。そうそう。なるほど。今放出花本で。放出は読みで盛り上がる。モニーテールとニヘ。モニーテールとシュシュみたいな。なんどうそれ。絶妙な。まさかのね、何にもシュシュとニヘかかってないんですけど。ポニーテールかわいい。マナミかける天のも相性いいんやな。ほんまに相性なぁ。おーい、いいし言え。嘘でもいい。嘘やん絶対それ。マジ嘘すぎる。そういいんです。お腹空いてきたわ。巻いてんな。そう巻いてん、巻いてもらってんな。してください。はい、テンナさん優しい。そう、テンナさんは優しい。イケメンテンナ。そういうこと。なんか雑くね。雑いな。そういうこと。適当すぎる。ちょっと助けてください、皆さん。結構配信時間経ってる。13日の声、石川県から見に行ってた。え、テンナさん、よく目の前に来ました。え、マジ？ちょっともうバトンタッチしようかな。押してくださいね、石川県から。みんな、そろそろ、石川県から。いいと思う。もういい。マネユキファンです。かわいい。マネユキ、でもユキノちゃんは今多分どっか行きました。みんなの配信になんかあれ、あじゃあ、あれは良かったですか、あの警察コスプレ、お揃いのツイッターやないけブログにも上げてますので、ぜひ見てください。5月10日でレイに恋する日で、それレイちゃんのでしょ。やるから、レイちゃん、レイに恋するってことでいいよな。レイとかさ、名前のさがさ数字で表しやすい人めっちゃよくない？テンナとかもさ、そんなことやってもらうの？10と7。マナとかはさ、マナミってもうマーの時点でないやん。テンナが今一番楽しい時間よ。丸。マニありがとう。もう分かんない。辛ラーメン焼きそばめっちゃ辛くない？辛いかな。まあ、辛い人は粉を半分とかにしてみてください。またこうやって急にやったりするし。今日可愛すぎたので結婚してほしいです。で朝とかに結婚してほしいです。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。みたいな言うかもしれないので。すみません。私はまだ。また臨機応変に来てくれたんです。臨機応変に来てくれたら喜びます。5月23マナーの日に。でなおもろいから24時間でも。マナー。24時間でもマナーの日に。これ言ってたやつ。1個案は5月23日で23で2平まなみーね、あこっちか分かんないけど、2平まなみーで、その5月23日がマナーの日らしいんですね。だからあのマナミーじゃないですか。だからちょうどうまいことかかってるよっていうやつです。だから一旦それはこう、マナ国語いけた。え国語、国語まあ割とね、今回はなんかあのいいねとコメントもいい文章書けた。なんか詩人みたいなこと言っちゃうけど、マジ今回はいい文章書けたんで、まあ先生のね採点したい。お願いします。でもさ国語って割とさ先生のさなんか気持ち次第じゃない、点数のさつ、ね、き方って。だってまだめっちゃいい文章書いてんのにさ全然三角とかの時やったもん。マナとのコンビ名
学んでんな。うさすぎる。学んでんな。よくね、学んでんなにしましょう。マジで言ってる。じゃ一回一回雇用点とかなに学んでんな。でも一旦保留で。一旦保留で。一旦保留や。マナミン学校で陽キャって言われてるよ。はてな。マナミちゃんは学校では。レアなものね。何でしょうね。ね、何か言う。仲いい人とは賑やかに。でもめっちゃ人見知りなんで、あんまりクラスの人とかとめちゃくちゃワイワイ話す系ではない。はい。はい。私服めちゃめちゃ似合う。ありがとうございます。うんね、今日はお話し会は私服の日でした。あ、お話し会のさ、服装で会っちゃった。まあ。ごめんなさい。まあいっか。ハートもいっぱいあり。そう、これ、まあ、こんな感じでやってます。ビビベベさん、かわいい。ニーテール、かわいいね。嬉しい。めっちゃ褒めてくださる、皆さん。嬉しいじゃん、そんなん。ラップありがとう。ごめんなさいの日はもともとあったけどねって。え？男女用見せていい。ごめんなさいの日、もともとあったんですか？じゃあで、ごめんなさいの日じゃないよ。ごめんなさいの日。あ、ごめんなさい。なるほど。そう。ないです、もともと。ないです。ないですよ。じゃあ、13位から読んでいきます。13位。ポニキュル。めちゃくちゃ可愛い。ポニキュル。そう、ポニーテールです。マサオジさん、ありがとう。マイとポニーテールとかさ、そんなんさ、あんまり。11位。そんなんさ、なんか、マイとポニーテールはあんまりしないので、まあ、新鮮ですよって。ありがとう。ことですよって。9位。マナミン的にどんな日があったら嬉しい。チョチョさん、ありがとう。どんな日があったら8位、雄大さん、ありがとう。7位、誠君、ありがとう。やっぱりさ、ゴールデンウィークとかってさ、飲食店の人とかさ、結局さ、あるわけやん。だから、もう全部何もかも休み。もう、世界、もうダメ、回らへんけど、日本が、世界も。でも、日本か。日本が回らなくなるけど、もう何もかも休み。アミタちゃん、ありがとう。っていう日。辛ラーメンの焼きそば食べたら翌日一応調子が悪かった。マジ？ちょ、ごめんなさい、それは。ぜひ、お気をつけてください。え、そんなに辛いかな？好きなるわ、これ。じゃちょっと甘いのもさ、もばめに、もばめで200カツ用として、好きなりこれを言います。まなみんとお話しする前、アニメの星の子、元気出して見てた。本当面白かったよ。星の子？まだ見たことないかも。ありがとうございます。星の子って知ってる？星の子？あれやん。え、あれやんな。あれ、あれは、え、まださ、一話だけ見ました。一話の総集編みたいなのを見ました。服みたい。あ、服ね。やってますんでね。こんな感じです。全然映らない。何も見えへんやん。こんなんです。こんにちは。また載せるわ。キューキの配信難読漢字クイズ大会になりつつあるよ。え、どういうこと？また配信するね。みんな待っててください。向こうありがとうございます。今日は本当にそんなんやめちゃいます。でもなんか最近漢字苦手やね。なんかさ、あの、何やったっけ、あの、ま、小学生の頃が一番漢字に詳しかった気がする。ありがとうね。胸駅のコスプレ楽しかったです。警察をしました。ポリスか。来てください。まなみ可愛すぎ。ありがとうございます。待ってます。ありがとうございます。自己肯定感が爆上げです。うさみみ可愛かった。え、うさみみほんまにありがとうございました。あれはさゆきちゃんが貸してくれました。待ってます。ありがとう。まなに恋します。ではでは恋してください。ではぜひぜひ。お疲れです。公園タンポポで泣いてたのバレてないといいな。え、割とね、タンポポ泣いてはる方がいらっしゃるんです。嬉しい。なんか私たちのパフォーマンスで感動してくださっているということがすごく嬉しいです。真面目そうじゃない。今日の私服めちゃめちゃ可愛い。好きになるやつやん。え、いいの？え、充電？うわ、優しい。テンナって優しいよな。当たり前じゃない。優しいことしてんな。それ言いたいだけやな。韓国と何々やけど辛いもの食べれません。ねえ、何言うの？言ったかと思ったやん。辛いもの食べれない。なんか割とそういう方さ多いけど、マナがおすすめするの辛いものやからさ。いいよな、辛い。頑張ってください。え、どうしよう。どうしたらいい？五九期ということで5月9日九期の日っていうのはどう？おお。めっちゃいい。いいじゃないですか。
なんかめっちゃまだいいやつやし、そんなんそれしちゃったらめっちゃまだいい子になっちゃう。じゃあ一回それでハッシュタグ学んでんなって、学んでんな、え、恋を語る詩人になれなくて、なんかさ、何やったっけな、 SKE さんかな、なんかそんな曲あった気がする。へいへい、学んでんな、学んでんな、ほら学んでんなじゃない、やっぱりで若ちゃんと分かってんないのよね。そうなの、そうなっちゃうね、そうなっちゃうよね、マナが学んで、それはちょっと違うよね。マナミちゃんは陽キャ感も陰キャ感もある、あゆみの保護者感もある、めっちゃ感、めっちゃ、あ、みねさんのお好きな、そう、そんな感じで28日お話し会結成しました。わお、来てくださるんですね、待ってます。28日はまだシークレットじゃない、リクエスト受付の日なので、よいしょ、行っちゃうの、休憩だ、何やそれ、フォロワーがもうすぐ2000人やな、え、どんどんフォローしてください、あ、書いてる、フォロワー数2000人達成、嬉しい、なんかさ、こっちにします、光があるのでなんかそう、あんまりさ配信できてないから、ちょっとこれから配信増やしていきます。やほ、星の子星くんさんが星の子ってめっちゃおもろい、はい、みんな休みの日ってことだと定休日の日10+9で5月19日でみんなで休みましょうってしたらいいかも。みんな休みの日ってことだ、定休日の日、定休日、あ、て、あー、なるほど、ちょっと待って、スクショスクショ、ごめんなさい、電源切っちゃいましたえ、待って、どうなってますか、ちょっと待って、切っちゃった、電源、配信再開しますかってさ出てさ、再開したんやけどさ、なってるわけごめん、え、削除しようとしたらさ、なんかコメントさ消えちゃったんだけど、最悪、待って、マジか、また1からや、ごめんなさい。もしインドネシアに来たらぜひバリ島見に行ってください。バリ島行きたい、どんなところなんですかね、調べます。ちょっと行きたいね、まだ海外行ったことないからさ、いつか行きたいね。でも言語が怖いからJK なん、大人っぽいね、そう JK です、高校3年生です、イエイ。知人は SKE48 だね、え、やんな、なんかまだ見たことは、あの、ある、ちっちゃい頃。27日はまなみにお話し会してから公演大体、お、2回目に、2回目じゃない、2度会い、2度、2度、はい楽しみですね。間違えてフォローボタン再び押しました、なんで、絶対フォロー解除してるやん、押すのは1回で大丈夫です、はい、1回押してもそこからは触らない。ケーキの賢さん候補1番手え、まあ、そう、賢ってめっちゃみんなに言われてんねん、だからさ結構プレッシャーがさあるんよね。配信してます、まなみん髪型かわいいな、今日も大好きだよ、ありがとうございます、嬉しいまなみんいっちゃんかわいいかもしれん嬉しい、なんかめっちゃ今日褒めてくださいますね。え、どうしよう、これできてんのかな、配信できてるよね、一回、じゃあちょっと一回上に行って、え、ちょっと待って、え、さっきはさどうなったんですか、再開してるで、あ、一瞬止まったけど今大丈夫、ちゃんと映ってるよ、一瞬止まったけど戻った、再開してる、あ、よかったよかった、え、そう、さっきなスクショしようと思ったらさミスってピシャってやったら電源落としちゃいました、ごめんね。でな、それのせいで、読んでなかったコメントが消えちゃったんです、ごめんなさい。で、レイナが目の前にいます、こんにちは、ね、そんな声じゃないやん、めっちゃこんにちはですね、来てよ、一緒に何グラ考える、今考えた、まだ今から考え、頑張って、何なん、でもやるだと、まだまだ言ってない、なるほど、いや難しくてさ、今候補が
5月23日、5月23日がマナーの日で、え、それいいと思う。23言ったよな。でそれとあと5月9日、59期の日。いや、マナーみんながいいと思う。で、あともう一つかマナーは全国民を休みにしたいから、うん、もう何もかも鉄道会社とかも定休日定で天10でしょ。いや、マナーみんながいいと思う。マナミンの日にしましょうか。自分の日にかけた方が分かった。じゃあ一旦それ第一候補で。うん。投票したら。いや、投票の仕方が分からないんで。なんで？やったらこう。大丈夫です。なんで？最初の頃夜勤配信で緊張してたよね。マジで緊張してました。今はもう大丈夫。なんか絵に似てきてんな。なんで？レイナのさ。急に大声出すとか。リレー配信の時めっちゃおもろくない？まださ、リレー配信な、レイナのリレー配信に実は目の前でな。おったんです。で、レイナがめっちゃ何やったかな、なんか聞こえてんだよみたいな。あれめっちゃ面白かった。え、今日お姉さんっぽい。ほんまに可愛い。リオピです。なくなったこの子なので、私じゃないのね。てんちゃんと入れ替わったそう。一応日光が当たる位置にしました。寝てんの？やってたん？うん、ここでやったよ。海外なんて関西弁でなんとかなる。嘘やろ、ほんま新人で。どこでやる？そんな思ってた。あ、行っちゃったこんにちは、こんにちは、なんでやねん、なんでやねんって言ったらいける。待って、ブラジルでバスジャックに遭遇したことあるから恐怖。怖っ。海外でバスジャックとか一番怖くない？別に日本でも怖いのにさ、海外とかさ、もう言語が伝わらへんからさ、もう手を挙げろって言われてても分からへんやん。怖っ、マジ怖いよ。そんなん言ったらもっと海外行けなくなるやん。世界的に有名なリゾート地やな、バリ島。リゾート地行ってみたい。でもさ、パスポートがないんだよね21で2兵くらいしか思い浮かばなかった。その、え、そう、それな、マナもそれしか無理でもさ、いや、分かりやすくてさ、それでもいいよね。ね、色が白くて綺麗よね。ありがとうございますみんなでゆっくり休みましょう。今日は定休日の日、定休で5月19日。え、それもいいよね。どうしよう、どうしましょう、どうしましょう。でも一旦レイナが何をしてるから。またマナミンが買ったウサ耳で自撮りみたい。え、それな、なんかさ、最近に借りたって言ったじゃないですか、ウサ耳。それがマナも自分では買ってたんですけど、なんか耳の部分がなんかこうでかすぎて、そうですよねって言ってうなずいたらポンって前に落ちちゃう仕様なので、ちょっと使わなかったんですけど、写真撮るくらいなら使えそうなので、ちょっと、はい、また写真撮りますねなんかテンションバクやねんけど。普通にどうしよう。話し会の言葉のチョイス賢だよ。え、マジ？わあ、嬉しい。賢な。でもな、最近ちょっと頑張ります勉強はい、一見賢ですね。一見ってないよね、ずっと賢やし。あ、賢いやしとか言っちゃった。違う、まだ神押し。うわ、嬉しい、神押しナイス。5人に4人はヘイヘイ賢というよ。え、なんかさ、9期の配信で9期の賢はっていうのでさ、大体あげてもらえて嬉しいです天奈がいつもお世話になってます。いやいや、天奈にお世話してもらってます。天奈は今もうなんかまたどっか行っちゃった。ごめんなさい、ごめんなさい。それは天奈の日でしょ。まなみ、服や髪型は今日も可愛いな。服や髪型はってなんで、顔も可愛いって言ってください。まあでもポジティブに捉えましょう。さあ誰や、レイナか。なんかあれかと思った、それ、あのさ、ヘアアイロンのさ、三連チャーみたいになってるやつ。これでかすぎる失礼します。やばいやばい。あ、レイナのカンナちゃんだ橋本カンナちゃん、カンナさんに似てますよね。レーニャの萌え萌えキュンおもろかったでレーナの萌え萌えキュンマジおもろい。でも可愛いよな、結局マジで可愛い。
休憩の日は他の子も出してたと思う。え、マジ？じゃあダメですね。やっぱし。カラシちゃん何ぐらいいつ考える？後で考えるみたいですよ。多分配信が始まる、もうすぐ始まると思うので。そっちに行っちゃダメですけど、ぜひチェックしてください。マナミンはレイニャ好き？今いないから言うんですけど、実は好きです。そう。ノリでなんとかなると気づいてからのマナミンは強いよ。え、これショールーム何の話や？ショールームかな？そう、前、最初の頃は割と頑張ってコメントを考えて考えて読んでたけど、なんか最近はマジでノリ。大好きさんや。ありがとう。そうそう、海外はだいたいプリーズなんとかでいける。あ、プリーズプリーズプリーズ。みそらちゃんのとかなんだか感じで天やワンやになってる。え、マジ行ってみたいな。わ、なんかめっちゃ響く今声。ちょっとそろそろ決めようかな。初見です、こんにちは、ありがとうございます。英語が話せます？英語はめっちゃね、授業で習う範囲ならでも無理です。英語も好きじゃないので私は。一人称マナっていうの好き。そう、最初のうちは隠してたんですけどね、なんかいつの間にかね、さらけ出してました。マユウサギでもお豆送ってほしい。 OK です。じゃあ分かった、マナが買ったウサギのやつで写真を撮ってもばめに送ります。またいつか近々。二平まなみの日で20か20か23、やっぱ23の方がいいよね。分かった、じゃあ5月23日のやつにします。決めちゃう。学力バトルもあるで、そう、最近なんかさ学力バトルさやってはりますよね。まあでもいやー怖いな。ぜひでも読んでいただきたいです。マナ楽しい、ほんまか、ほんまなんか。レイちゃんもしてなかったかな、多分。キューキの気になる一人の人の一人、お嬉しい、ぜひ気になるから推しにしてください。へいへい、賢キャラになりました。そう、どうしよう。まあでもいいですよね、そういうのは。まあ、賢キャラです。足りないのは自信だけやで、まなみん自分の力信じるのよ。信じます。そうね、ちょっと自信をつけます。やっぱ楽しい、嬉しい、楽しいガードかな。そう、いやもちろんね、コンビで押していただくのも嬉しいですけど、まあ楽しいとかはやっぱり嬉しいです。ヘイヘイの賢いの対抗は誰なん？姉さん。姉さんかな。姉さん、姉さんもやし、あとはヨシミンとか。ヨシミンも賢そうね。ヨシミン今言えないか。いつかさ学力バトルとかがやってみたいけどさ、それでね、ちょっとあんなだったら嫌なんで、それまで一緒勉強します。インスタグラムありますか？インスタグラムはまだないです。いつかね、いつかのいつか作れたらいいな。あ、でも旧期生のツイッター、旧期生研究生用のツイッターがあるので、そちらのフォローもお願いします。割とみんな結構ツイートしてるので。レニー配信してくれるの？今配信してるかな。マナミンはツンデレ、マナミン、マナちゃんツンデレような可愛い、ツンデレ。まあいいや、ツンデレで。やば、 Are you speak English ってきてる。ああ。ちょっとやめよう。マナミン、ユキノンがお世話になってます。ユキノンは、あ、
あ、いいや、やめよ、モバメかブログかなんかにしよう。ちょっと雪の音のエピソードがまたあるの。まなみ、他のメンバーの配信に登場するときとキャラ違うの本当好き。なんか、どっちやろな。なんか多分一人の配信のときはなんかさ、一人で配信したらさ、そこまでさ、わーとかさ、しやんけど、なんか人がいたら、であと映ってなかったら割とはっちゃけてます。え、どうしよっかな。ソロぼち決めた方がいいでしょうか。まあまあまあ、もばめ待ってます。もばめ待っててください。送りますね。旅行で使う英語は旅行系 YouTube 見ると覚えれるよ。あー、なるほどね。いや、 YouTube ね、いろんな活用方法があるから。いやー、でも日本にいます、私は。やっぱし9期学力したらヘイヘイ確定やん。いやー、ぜひ呼んでください。え、でもさー、怖いな。なんかあのさ、そういう時の学力テストってさ、割と一般常識的な問題が問われるやん。あやみー、あやみかわいい、マジあやみかわいい。イエーイ。どうしよう、な、何グラムな、今決めようと思ってて、てかめっちゃなんか、うん、日付さがえぐいな。うん、じゃあちょっと待って、じゃあ決めます。じゃあ5月23日の、なんか5月23日がマナーの日らしいのね、うん、そもそも、うん、で、そんで2は二平の2やん、うん、で3はマナミの2やん、うん、5月二平マナーの日みでかかってるよねっていうので、うん、じゃあそれにします。二平マナミの日、うん、あ、二平マナミの日やめよう。なんどうしよっかな。二平マナミの日にしよう。じゃあそういうことで。え、どうしよう、なんかさ、そんな決めてすぐなんかバッて終わっちゃったらなんかあれかな。お腹すいたんです、でも私。こんにちは、まなみん清楚系美少女やから、お見送りで目を合わせるのが恥ずかしい。マジ、あ、お見送り、え、なんかさ、いや、目合わせてくださいよ。では楽しでしま、楽ししますか。はい、楽ししてください。あゆみがいるのに。でもあゆみとな、公園出たいけどさ、な、一緒のポジションやからな。そうなんだよね。やばい、こっちじゃ。3月5日で3万5000の日。どういうことやねん。でも、5月中なんで。9期で気になってる17人のうちの1人です。9期生、それは17人やから。ねえ。もうそろそろ何グラ決めますか。あ、そうそう。はい、じゃあ。言ったよな、それにします。まなみの日、ちょっと待って。じゃあソロぼち誕生読みます。うわー、コメント全然読めてない。じゃあここあと3つ読みます。いいんじゃない、お昼ご飯食べよう、僕もお腹空きました。やっぱそうですよね、皆さんお腹空きましたよね。でもちょっと今日はあの髪型がちょっとだけあの凝っているので、はい、皆さんにお見せできてよかったです。イエーイ。シャメ会でマナミンの上目遣いにやられました。それなんかやっぱさ、身長高いからさ、上目遣いになっちゃうよね。あやみ壊してた。あやみとかさ、だってまだ常にあやみと話すときにさ、上目遣いやからさ、そんなんもうね、普通に。マジであやみ、ほんまに可愛い。兵庫コンビかな。え、兵庫？うん、大阪だよね。残念でした。関西コンビ。めっちゃ今日のお洋服タイプ、ありがとうございます。あゆみも可愛いね。今日あゆみダンサーっぽくないですか。っていう動きしそうで。あゆみ可愛いね。じゃあちょっとそろそろ、あ、お見送り、がっつり目を合わします。お願いします。じゃあそろそろ終わろうと思います。あ、悲しいな。じゃあ壇上読みますね。やばい。13位かれんな。はい、ちょっと待って、ねえ、どうしよう、マジで。ドン。はい、いきまーす。13位、瀬戸志さん、ありがとうございます。ありがとうございます。で、12位、コロワンさん、あ
ありがとうございます。ありがとうございます。そして11位、しろちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして10位、かきあげさん、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、やばい、あ、なんて読む、東一心一心。9位、こんなんもうな、さらっと9位、東一心さん。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、8位、ネハレムさん、ありがとうございます。ありがとうございます。7位、杉蔵さん、ありがとうございます。ありがとうございます。6位、あきちゃさん、ありがとうございます。ありがとうございます。5位、こうへいさん、ありがとうございます。じゃあ、こうへいくん、ありがとうございます。はい、待って、めっちゃ響くねんけど、めっちゃ響く、かわいい、あゆみかわいい。え、なんやっけ、4位や、4位、テイティさん、ありがとうございます。マナと名前が似てる、へいへいみたい。テイティさん、ありがとうございます。3位、みーくん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、2位、エムさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、1位、キューちゃん、ありがとうございます。あ、待って、あ、エムちゃんや、まだ決めたんやった。エムちゃん、ありがとうございます。で、1位、キューちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではでは、はい、ナングラを一緒に考えていただいてありがとうございました。おかげでとてもいいナングラが考えました。じゃあ、あ、やばい、良い午後とか、お、優しい優しい、惜しい、東やった、あ、東一心さんでした。あ、東一心さん、ありがとうございました。それでは皆さんも良い午後、休、違うの、何言おうとしてんやっけ。良い午後をお過ごしください。バイバーイ。これ着るとき毎回なんかちょっと悲しいねんな。バイバイ、やばい、バイバイ。え、あ、これか。あー、びっくりした。そういうことね。バイバイ。